みんなただいま。ダラチューバーのワイミです。ねえねえねえ、みんなって衣替えもうした？ワイミは、ちょっとずつ秋冬の服に入れ替えてってるけどさ、最近暑い時は本当、あれ？まだ夏でしたっけ？ってくらい暑くて、曇りとか雨だと何か羽織ってないと寒いなーってくらい寒いからさ、何を着ればいいのか困るー。あとさ、今のファッションの流行りってなんだろうね。まゆみこういうの疎くてさ、違う意味で何を着ればいいか困っちゃってるの。さて、前回のワクチン接種レポートから3週間ほど経ちましたが、先日2回目を打ってきたので、またまたレポートをしたいと思います。それではスタート。ワイミちゃん、まずはワクチン当日、前回と同じ場所で打ちました。時間もお昼前でたまたま一緒だったよ。ちなみにワクチンはモデルナとファイザーがあるけど、ワイミはファイザーを打ちました。会場に着いたら、ワクチンを打つ人が増えてきたのかな。前の時よりは人が多い印象だったよ。でも時間通りちゃんと進んだよ。で、注射して15分別の部屋で経過観察が終わった後、無事お家に帰りました。で、休日だったからダラダラしてたんだけど、2、3時間くらいかな。それくらい経った時に腕が痛くなってきたの。これほんと感覚なんだけど、前回の時より腕が痛くなるの早くなった気がするなーって思った。で、夕方になって頭が若干痛いなー、重いなーってなって、自分のおでこ触ってみたんだけど、多分まだ熱は出てなかったと思う。で、そこからだんだん頭が重いのが強くなってきて、だるーいってなってきました。前回打った時と違ったのは、急に体がほてるんよ。あれ？こんなに暑かったっけって、自分のとこだけ夏みたいな感じで、あーもうこれだるい、横になろうと思って眠る体勢になったらめっちゃ楽になった。頭がね、ほんと重いんだよね。少しの時間すやすやと眠りにつきました。まゆみさ、寝つきが悪い方なんだけど、この時はね、なんだろう、なんかね、のび太くんみたいにスッって夢の中だった気がする。お仕事の疲れも溜まってたのかもね。起きたらご飯を食べました。なんとなく食欲がなかったので、この日はうどんを食べました。美味しかった。腕痛すぎるやろって鏡見たら、お前なんか取り憑かれとるんかくらい打った方の肩が下がってました。もともとワイミなで肩なんだけど、もっとなで肩になっちゃったね。そっからまたダラダラとテレビを見ながら漫画も読んでたんだけど、22時頃かな、ふと自分熱あるのか気になって、夜中にね、熱を測ったのよ。全然動けるから、まあ37度くらいでしょうって思ってたら、38度6分。ってなったね。そんな高いと思いませんでした。ワイミさ、インフルになった時も、熱は高い割には平気だったんだよね。不思議。で、今日はそろそろ寝ようと思って、深夜の1時ぐらい。今まで体がほてるっていうか暑いって言ったじゃん。なのにこの時は寒気が一気に襲ってきました。で、掛け布団を1、2枚追加して震えながら寝ました。ほんとね、急に来たね、寒気が。めちゃめちゃ寒かった。ワイミちゃん、そして翌朝、この日は寒気と腹痛で起きました。で、熱を測ったら
37度9分。まあ昨日よりは下がったけど、まだ高いねって感じでしたね。お仕事はもちろんお休みしました。あの頭がズキズキしてさ、それが一番しんどかったな。あと脇が痛い。ワクチン打った人の中でさ、脇が痛くなった人いない？まゆみめっちゃ打った方の脇が痛いなって思って、これ後から知ったんだけど、脇のところにあるリンパが腫れてたんだって。ひー、それは知らんかった。脇も痛くなるそうです。この日の日中は朝より熱は下がって、でもまだ微熱が続いてたんだけど、夜になると夜になるとまた38度近くまで上がっちゃいました。これは明日も仕事行けなそう、行けなさそうと思いながら寝ました。わいみちゃん。そして3日目、熱は下がったんですけど、頭がねズキズキして重いの。だから念のためもう1日休むことに。いやーでね、朝はないんだけど夜になると熱が上がってくるんだよね。そして4日目、さすがにね、まあ出勤しないとと思い、倦怠感とあと頭重いのとズキズキ感もまだ噛んだ。倦怠感とあと頭重いのとズキズキ感もまだあるんだけど、お仕事に行きました。でそれからいつも通り生活してたんだけど、やっぱりね、倦怠感と頭重いのがワクチンを打ってから1週間ちょっと続きました。眠くないけど横になりたいってずっと思ってて、とにかくしんどかったです。普通に仕事を行ったんだけど、平日休日のね夜に熱測ってみたら37度ちょっとあって、もしかしたら微熱が続いてたかもしれない。1週間、ツイッターとかで見てるとさ、熱が1週間ぐらい続いたっていう人もいるみたいね。いやーちょっとね、2回目甘く見すぎてたね。ワクチン打った後はなるべくしっかり休養を取ることをおすすめするよ。ちょっと前まではね、ワイミ元気なかったんだけど、今はね元気いっぱいなので、この調子でこのままダラダラ活動するぞ。以上、ワイミのワクチン接種2回目のレポートでした。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それではおつだらー。